ムシ、せよ赤虫マシマシ、てれーお願いいたします。今回ですね、ラーメン二郎、越谷店です。越谷店、はい、はい、ということでね、オープンした2年前以来ということになるんですけども、スカイツリーラインの越谷駅ですね、東口から徒歩4分ぐらいの方にあります、はい。で、3月ですね、2年前の3月、私はなんかオープン日に行って整理券もらった時に、あの抽選外れたんで、そう何日か後で、さらに2年経っていったというゲップじゃないんだよすいません、昼飯の後だったんで、基本メニューがね、昔はラーメンしかなかったんですが、今回汁なしが増えたんですね。はい、なんか塩汁なしあるんですよ、生卵チーズありますが、で今回私はですね、塩汁なしを求めて行ったんですが、平日の昼限定、リサーチ不足ですね。すいません、これは完全にということで普通の汁なしを頼んでおります。このようになりました、大汁なし、これは大ラーメンを買ったら汁なし変更券を買うという、ということで、全部はマシマシにしております。でね、汁なしとラーメン違い、これあのフライドオニオンがわーかかります。汁なしですね、はい。それから麺にちょっとね細工があるんですね、これはあの麺引っ張り出すときにちょっと見ていきましょうか。ニンニクマシマシするとですね、こういったようにこうボンボンボンと3倍分ぐらい入りますんで、マシマシは、ニンニク大好きな人やってくださいね。そして油がね、もうなんかお刺身みたいですよね。あ、粒貝、粒貝ね、なるほどね。ラッキー油、こんなね、ちょっとお野菜カスも入ってるラッキー油で立ってます。さあお肉ですね、中から引き出しタイプです。ゴリゴリの腕肉です、内豚ですね、あの赤身の部分多いんでね、もぐもぐ、肉々しい部分が食べられる、まあ、結構ストロングタイプなお豚さんですね、はい。で、豚入りっていうのを選択すると、このデカさのやつが5個入るんで、だいぶだね。そうなんです、もう気軽にあの豚入りにしない方がいいと思いますよ、はい、分厚いんで。さあ、来ました、油やすいですが、激アツなんだ、あちち、まあ、湯気がもう見えますもんね。そう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 。で今回は夜営業のね、まあ2ロット目、まあ2ターン目だったんで、まあ激アツ作りたて野菜、おっとっと、あちちという顔が歪むぐらい熱いんでね、急いで食べたいですけどゆっくり食べてください、矛盾することを言いますか、はい。そしてですね、油、僕はね、ハマチが乗ってるんじゃないかという、ハマチ自体油乗ってるけども油なんで、油に油乗ってましたよ結構、はい。まあ旬とかないと思いますけどね上品な、上品な油でした、はい。あ、そしてこれ、麺なんですが、かつて券売機にはね350と550って書いてあったんですよ、今書いてないんで、もしかしたらちょっと調節があるかもしれないですが、大体こんぐらいです、はい。平打ち太麺、片すこややでろだったんですけども、大蛇食べた後の治療だったんですねちょっと硬いんだけど錯覚してる可能性もあります。なるほどね、前が強すぎて、はい、そうあのすごいズルズルしてってる感じは、うまそうな麺ですよねこれね、着丼時に触れましたが、細工というのはですね、麺に黒胡椒まぶしてあるんですよ。おなので汁なし、パンチ力があるノックアウトですわ。いい細工やっておりますね。あ、そしてですね、一応こちらの、店主さん、ルーミノさんって言うんですけど、ルーミノさん、はい、さくみのぶさんでしょうね。あ、だねあの湘南富士山店にいた方なんでね、麺がちょっと似てたりしますが、減りませんあちらのお店もものすごい量なんで、はい、参考にしてください。リンクですね。汁なしだとですね、先に混ぜたくなりますが、これいつ混ぜたらいいんですかって質問が来たんで答えますと、うまーく端にギュッと寄せてから麺のだけをこう天地がするといいでしょう。なるほどね、まあ、混ざりすぎちゃうからね。そうシンプルなことですけど、意識すると結構できます。で、豚でかいんですが、卓上返しないので、これね、これ2枚目いってますが、ニンニク乗せて豚味にしてなるほど、まあいいでしょう、うん。ちなみに、越谷市というのはですね、はい、あのくわいの特産品なんですね、くわいが。くわい、くわいなんですよ。ちょっとくわいじゃ俺黙っちゃいらんないですよ。福山市も、はい、僕地元シェア率がすごい、はい。だからね、そのジャミロクワイが来るんじゃないかという噂が発生しました。はい、2001年頃に帽子大きい夢がいや来なかったね、来ないでしょう。うまい、怖い、ジャミロクワイって考えてたんだけど俺ね、
相談いただければ、まあ、ちょっとまあ具合はちょっと黙っちゃらないで、ね、あ、そっか、シェア率がすごいから、はい、福山市は1です。はい、ということでね、汁なしデフォ生卵まで行ってますけども、あのここまでね、辛かったんで、うん、あの一気に初期ステータスに戻して、なるほど、あの食べられますよ、辛さ。伊手津川動画はそう、はい、聞いてます。生卵をつける、それからつけずに食べる、交互に繰り返してね。だが、しかし、このデカ豚、でかいのか、終わらん、終わらん、まあ、で生卵につけてね、まあ、序盤で触れましたが、これが5枚入りますからね。これはすごいね。2枚で僕こんぐらい苦戦してますから、豚増し、ほんと気をつけてくださいね。食感もだいぶしっかりしたタイプのね。そうそうそう、ギュチッとタイプなんで咀嚼もするし、そんなこと言ってる間に一応完食でございました。うまかったね。マシマシレベルは高いですよ、うん、91.816、はい、9位に入ろうということでね。あ、昨年、初めて出会った日のうずらとメンマです。ちっちゃいな、ちっちゃいちっちゃい、もう大きいな、ねえ。まあ、1年経ってね、にゃんこ動画出してくださいっていう風に結構要望いただきましたが、うん、まだ撮ってません、はいね、これはただの怠慢です。はい、こんなちっちゃかったんだね。そうね、うずらなんてね、いや、同じように大丈夫なのか、本当に赤子よりでかいから。でかいでかいでかい、小ヤギぐらいあるかもしれない、うん、まあ、越谷店ですよ。あ、越谷店、はい、だ越谷さん2回目なんですけど、塩汁なしは平日の昼限定ということで、うん、そちらをチェックしていただきたいのと、マスターのあの、うん、元々いた湘南藤沢店ですね、もう汁なし食べようと思ったんですけど、夏つけ麺に変わるんですね、うん、でつけ麺やると汁なしなくなるんですね、うん、なのでちょっと藤沢に僕は次行きますから、うん、予告しておきますけども、うん、つけ麺を食べに行くので、うん、好きな方がいたらどしどし、うん、このトッピングしたらおすすめだよっていうのをちょっと教えていただけると。なるほど、藤沢のつけ麺はそれがいいよと。まだ1回しか行ってないんで、うん、しかも前行った時に前乗りして泊まって行ったのかな、そんなに。一応ね、体調を整えたかったので。なるほどね、っていうような埼玉、うん、ラーメンで星がやって、はい、ごちそうさま。ごちそうさま。おう、thank you.